の女性天文物理学者であるリック天文台で研究し宇宙のダークマターなどの分野の研究がある。ボストン出身。スワースモア大学を卒業後、1972年、ハーバード大学で学位を得た。1972年からカリフォルニア大学サンタクルーズ校のリック天文台で働き、1979年から教授。 楕円銀河の絶対高度が銀河内の星の運動速度のばらつきの4乗に比例するというフェイバー・ジャクソン関係を発見した。グレート・アトラクターを探すグループ、7人の侍、チームを結成した。サンドラム・ムーアは、スワースモア大学で、物理学を主専攻に、数学と天文学を副専攻に選び1966年に卒業する。ハーバード大学大学院に進むと、 アイジョンダンジガー教授の指導を受けて観測天文学の工学面を研究する。ところがこの時期に実験を志望しても唯一国立結句天文台しか受け入れ先がなくまた証明しようとした理論に必要なスペックに及ばない機材を使って実験を重ね1972年に博士号を授与される。大学院を修了したフェイバーは カリフォルニア大学サンタクルーズ校のリック天問題に、同大発の女性職員として採用される。観測を続けるうち、1976年に、共同研究者で当時は、大学院生だったロバート・ジャクソンと共に、銀河の明るさとスペクトル、軌道速度と銀河内の天体の動きに関係がある、ことを発見する。この法則はやがて、フェイバー・ジャクソン関係として知られるようになる。 その3年後、共同研究者ジョン・ S ・ギャラガー、ジョニエス・ギャラガーと、出版済みの文献類を総当たりし、暗黒物質の存在を論証できる論文を求めた、結果をゼミで発表する。フェイバーは、単独研究として1983年に、暗黒物質の構成要素は、厚い暗黒物質すなわち高速で動くニュートリノでは、なく、もっと動きが遅い未発見の物質であるという仮説を、 発表する。その翌年前後には、ジョエル・プリマック、ジョエル・プリミック、ジョージ・ブラメンタル、ジョージ・ブルメンタール、マーティン・リーズ、マーチン・リースと研究チームを組むと、銀河の生成と進化と暗黒物質の関わりの究明に当たる。ビッグバンから銀河が形成されて進化し、現在に至るという仮説は、世界初であり、これは、宇宙の構造の情報に関して、現在も、 パラダイムとして有効である。またこの研究チームは高速で流れる銀河を発見した。結句天体望遠鏡を建造するにあたり、フェイバーは1985年に結句天文台事業に参加、世界初の広域惑星カメラを組み立てて、ハップル宇宙望遠鏡に導入する過程に立ち会う。望遠鏡の設計は、物理学者のゼリー・ネルソンが担当し、 フェイバーはもっぱら広域惑星カメラの採用を世界の天文界に認めさせるため尽力する。ケック望遠鏡は六角形の鏡36面で直径10メートルの主レンズを組み上げるという新方式を採用し世界第2位の大きさである。フェイバーが副座長を務めた科学運営委員会ではケックアイ望遠鏡のファーストライトの機器を選定する。フェイバーはまた 結アイの主レンズには、工学的に高い品質を確保しなければならないと、繰り返し説明し、引き続き結句通望遠鏡の建造にも参画する。1980年代も後半に入ると、フェイバーは、7人の侍プロジェクトという8カ年計画の一員となり、400件の銀河を一覧にして、それぞれの大きさと軌道速度を大帳にまとめ始める。 計画そのものは完成しなかったものの、あらゆる銀河までの距離を割り出す式ができ、全宇宙の密度を算出する最も信頼性の高い方法として普及した。ハップル宇宙望遠鏡は1990年、軌道上で広域惑星カメラを修正することになり、フェイバーは副プロジェクト長に招かれる。自身の経歴で最も胸が躍り、 世間にもよく浸透した経験をしたと振り返った。ハッブルから送られてくる、工学データは、焦点が合わず、その解決策を探したフェイバーらは、球面増作が原因だと突き止めた。フェイバーはこの望遠鏡を使った探索プロジェクト、ヌーカーチームヌッカーチームで、初代プロジェクトリーダーを務め、銀河の中心にあるという超大質量、ブラックホールを探した。百九十五年、 テイバーは UCS 区のユニバーシティプロフェッサーに任じられた。大学の研究室で進める論文執筆では宇宙における構造の進化、銀河の発生と進化に焦点を当てている。これに加え宇宙論的に隔絶した銀河のスペクトルを得るため、結句天体望遠鏡に積んだ赤外分光撮影装置 d ーモスプロジェクトも設定している。 カリフォルニア大学天文大軍は2012年8月1日、フェーバーを暫定台帳の座につけた。2012年時点の功績には、ケック通望遠鏡に搭載し1996年に、ファーストライトを迎えた光学分光器の導入が挙げられる。これにより、遠く離れた銀河の観察能力が13倍に増えた。また、ハップル宇宙望遠鏡を使った、 世界最大規模の共同調査事業として、キャンドルズプロジェクトを立ち上げて従事している。カリフォルニア大学以下、日本の自然科学研究機構、カリフォルニア工科大学、カナダ国立研究機構、インド科学技術庁、中国国家天文台は、ハワイに TMT 国際天文台を設立、アメリカ天文学大学連合は、アメリカ国立科学財団の参加まで、 準メンバーとして加わった。ハワイ先住民は建設予定地をめぐり進行を理由に抗議活動を重ね、マヌアケア山頂への道路を封鎖した。その件について、職員の安全に触れたフェイバーの2016年のメールが流出、人種差別発言ではないかと取り上げられた経緯がある。サンドラ・フェイバーは学術誌、アニュアルレビューオブアストロノミーアストロフィジックスの 編集副主管を務める。下記に主な著作の一部を挙げる。発行年順、ありがとうございます。